神木隆之介が春爛漫の明治の世を天真爛漫に駆け抜けた植物学者、牧野万太郎を演じる NHK 連続テレビ小説、爛漫、月曜から土曜前8:00の第23回が3日、放送された。植物学の道に進みたいと切り出した万太郎、神木隆之介、滝、松坂慶子に感動してください、と自らの決意を述べ、自身の才能について話した。爛漫の記事はこちら。第23回ネタバレ。佐川に帰る道すがら、万太郎、神木隆之介は萌え。るように鮮やかなか、狐のカミソリを見つける。無事に峰屋に着いた万太郎と綾、佐久間由衣は、改めて滝、松坂慶子に、自分たちが進みたい道について伝える。綾は自ら新しい酒を作って峰屋をもっと大きくしたい。そして万太郎は植物学の道に進むため東京に行かせてほしい。と。滝の答えは、万太郎は胸中を明かすと、本で、わしのことは感動してください。と覚悟を語り、頭を下げる。そして、体が弱かった。元から息。長がられるかもわからんかった。そうじゃき、自分でも思っちょった。生まれてこん方がよかった、と話すと、滝はすかさず万太郎の頬をビンタすると部屋を出て行ってしまう。綾に、人の思いを踏みにじるのだけはいかん、と説教された万太郎は、滝の後を追い、おばあちゃん。違う？最後まで聞いてや、と切り出し、わし、とびっきりの才が、あるがよ。植物が好き、本が好き、植物の絵を描くがも好き。好きいう才が、この際はわしが峰や。に生まれたきこそ育ててもろうたもんじゃ、ほんじゃきわしは、何者かになりたいがよ、と胸中を明かす。万太郎が決意を語った展開に、ネット上では、万太郎、綾が持つとびきりの、才、どうかどうか花開きますように、自分の、才、に気づく幸せ、自分も好きな才は忘れたくない、とびっきりの才みんながそれを見つけられるといいな、などの声が上がった。